い、どうも、もかっかです。ですね、久しぶりにね、ラビマスの方はちょっと似合ってるんですけど、これが実は毎日ちょこちょこやってまして、おすすめですね、無課金で、めっちゃ、なんていうんですか、アイテム系が手に入るので、逆にこう課金する必要もないよな、みたいなね。レベル48もなりました。楽しいですね。アラサーにはもう持ってこいですね。僕なんて、キングオブファイターズを小学校の時やったかな。画廊伝説とかね、小学校の時にね、帰り読んだ場所で置いてあったり、100円でもゲームやれるゲーセンですか、ようやってましたけどね。思い出しますね。それもあってね、出てくるキャラもほぼ知ってて、ちょっと愛着があって、これもなぜか最近ハマってしまっています。他にもやりたいことがいっぱいあるんですけど、まあ言ってもそこまでね、時間かからないですし、気晴らしになりますしね。合間の君テレビ見ながら、やっちゃったりしてます。まだの人とかもね、まあやられてる方も頑張ってレベル上げていきましょう。さてこれがね、レベルが上がってくるとなかなかきついんですよ。多分勝てないと思って、やってみました。もうボッコボコにされますからね。ひどいもんですよ。この上にレベル上げていくしかないんですよね。最初はね、結構ね、スカスカスカーって感じでね、上がっていくんですけどね。レベル40ぐらいからちょっと、きつくなってきます。タイミングでね、パーフェクトな、レベルじゃない、あれ、レディーゴー、ダメージ、コンボで増えていくんですか。 Hey. キャラにね、ダメージ与えて、ダメージ与えていくとか、いろいろいと思う。ここでしょ。これがね、一応必殺技を使えるんですけど、できれば最終戦に残しておきたいんですよね。でも、それなくなっちゃうかもしれない。行くぞ、マッチアップに死んじゃうと思う。死んでこー Hey, hey, hey! ダメージ！シャー！死んでこー！鉄砲がね、結構きつい。これで終わるね。次なんか。レディーゴー。ボッコボコにする。これを待ってたぜ。出ないや。これがその辺になっちゃうかな。痛いよ。怒らせんじゃないよ。止まれ。この女のね、超
やったのうぷー始めましょう。その力バーンってくるの。これを待ってたぜ。クライアン。これでやられるね。うっぷでもここから追い詰めましたね。これまでも無理やったんでね。もうちょっとレベル上げていけそうですね。ほんま星3つね、ずっと取っていったら下の宝箱もね、ゲットできるんですけど、こいつにも多分勝てないですよね。エリートっていうクエストがあるんですけど、無理な戦いはやめといて、
ちは効率がいいと思います。それを遂行します。